未明の無人販売店に黒いフードをかぶった男が入ってきます男はレジを操作することなく商品をそのままリュックサックにさらにレジの横にあった縮みのタレも結局5400円の代金を支払うことなく店を出ていきました こちらの無人販売店では、えー、こちら、商品ケースの上など店内5カ所に防犯カメラが設置されていて、24時間作動していいるととうことです。窃盗の被害に遭ったのは、札幌市北区のおうちでお肉新小銭店で、先月28日未明、冷凍の唐揚げや焼き肉用のカルビなど5400円分の商品が盗まれました。 3日後の今月1日には中央区にある同じチェーン店の山花店でも窃盗の被害がありました午前0時頃の店です。男は入店すると手際よく冷凍庫から商品を取り出しますそしてレジでいきなり商品を袋に詰め込みます 結局男がレジで会計をしたのはソーセージ1パックのみで牛肉ユッケや牛タンなどおよそ1万円分はレジを通さずそのまま店を出ていきました同じチェーン店に入った2人の男です新こと店の男はジーンズにスニーカー山花店の男はスーツ姿で服装や顔などから違う人物に見えます一方 北区新とにの肉の無人販売店が被害に遭った同じ日の同じ時間帯に西区宮の沢の餃子の店でも被害がありました餃子の店では1万7700円分の商品が盗まれました肉の無人販売店との距離や犯行時間帯などからこの日の2つの事件は別の人物の犯行と見られています 札幌で先週相次いで起きた無人の販売店を狙った窃盗事件被害に遭った店の一つはすでに警察に被害届を出し残る2つの店も近く被害届を出す予定です